第1人目のですね、登壇者が後藤源さんになっております。はい、源さん。源さん。後藤の源さん。源さん。ついに登壇してくれますね。ついに登壇ですよね。嬉しいですね。嬉しいです。本当に嬉しいです。タイトルが、両眼視機能の偏りとパターンスタックの関係性ということで、まあ、我々は、ね、目を酷使するようなあの現代社会に生きてますけど、はい、そうするとこう目は目で引っ張られていっちゃうパターンがあるよねっていうことで、まあ、そこに介入したら、まあ、視機能がどういうふうに変化するのかとか、もしかしたらそこからつながる、ね、運動への連鎖とか、そういった話が聞けるんじゃないかなと思います。そうですね、あの PRI 講習会でもやっぱり目に関してたまに触れたりするじゃないですか。そうですね、こういう吸引がありますよね、うん、こういう関係性ありますよねと軽く触れていくんですけど、やっぱり源さん PRI に有資格者であり目の専門性も持っているということで、そこに関してちょっと深い話が聞けるんじゃないのかなと非常に期待しております。はい、楽しみです。源、はい、さんどんな方かちょっとあの軽く触れましょう。そうですね、源さん、私たちはよく源さん知ってますけど、源さん言ってますけど、そうですね、あの源さんは、講習をプライマリー講習をぶわっすごい勢いで2週ぐらいしましたよね。最初の頃よね、本当にね、はい、私たちが教え始めた頃から源さんがいて、はい、気がつけば最前列で、はい、質問ですっていつも手を挙げてる、はい、あのラボしてると大体あのラボのマッサージベッドの前にいる、こう軽くらいついて見てるような方です。はい、それはなんか2週3週わーってしたよね、はい、本当に最初のすごいインパクトを残した方です、ね、めちゃめちゃインパクト強かったです、はい、こんな人いるんやって、何回も撮ってくれるし、どこ行ってもいる、そうなんですよ。それが、まあ、PRP までつながったってことがまたすごく嬉しい、うんうんうん、あのつながりというか、もありますけど、そうです、あの源さんはあのそれこそこうそもそも目のお話の講習とかもされてる方なので、もしかしたら源さんの講義とかセミナー取ったことがあるよって方もいらっしゃるかもしれませんけど、私も実はあの源さんがあれ東京だったかな、ビジュアルトレーニングの、講習会した時に実は参加したことあって、普通に受講者で参加して、すごい面白かったし、源さんおしゃべりもすごく上手なので、私がね実はね源さんに会う時大体源さんの喉を潰してるっていうジンクスだけはあるんだけどいつも声がガラガラしてるんだけど、本来未成なんですよ、喉弱めなイメージ確かにあと大体声出てないんだけど、多分今回はあのイベントに合わせてちゃんと喉を調整して、調整してくれると思います。あの期待しております。おしゃべりもすごく上手な方なので、はい、ぜひ皆さんも楽しみにしてください。よろしくお願いします。